こんにちは、美容師道場の直吉です。はい、今回のテーマはこちら、くびれミニの切り方。よっ、あ、かわいい、めっちゃかわいい。かわいいですよね。うん、で、まあ、くびれミニの、ね、切り方はね、一度ビッグでやってるんですけれども、モデルさんを使っての実践は初めてになりますので、はい、今回ね、ポイントとしてはね、顔周りの切り方を重点的にお伝えしてあります。はい、結構ね、ウィッグとは違って、人頭だとここの顔周りって結構難しいかなと思いますので、まあ、ぜひともね、参考にしてもらえたら嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあくびれミディを切っていこうかなと思います。で、切り方は、ありますよね。じゃんじゃん。なんで切り方はちょっとこっちの方が分かりやすく出てると思うんで、そっちを見てほしいかなと思うんですけれども、今回モデルさんなんで、まあ、モデルさん特有のお話をしていきたいかなと思うんですけど、今回のモデルさんはここがちょっと立ってて、骨格が上からとかもいいか、得意のね、うん、ここね、なかなかな骨格しますね。なかなかな骨格なんですよ、ここね。ここが一番出っ張ってて、はい、こっちに向かってこう入ってくると。うんうんうん、ウィッグとかだとなかなかね、こういうのは伝わりづらい、こういう感じね。なかなか、はい、なかなかって。で、そうなってくるとどうなるかっていうと、ここのここに毛がたまるんですよ、フロントフロントサイドって言えばいいんですかね、うん、ここの部分が重くなると、重くなると。で、こうやって押してきた時とかに、ここがなんかもうやたらポテッと厚みがね、うん、残ってる感じがしますと。で、こういうのって、まあ、ロングとか、まあ、ミディアムとか、まあ、ショート、まあ、全レングスそうなんですけど、ほんとここがグッて急な方とかって、ほんとこういう厚みが残りやすいと。うんうんうん。で、なんかここら辺重くなってて軽く見えないみたいな感じになりやすいので、ここの処理の仕方もちょっと今日は話していこうかなと思います。直吉とアブタは一緒に働くスタッフを大募集しています。詳しくは概要欄の求人の動画をご覧ください。一緒に横浜のママを目指しましょう。目指しましょう。じゃあ顔周りからちょっと切っていこうかなと思うんですけど、今前髪ね、伸ばしたいってことなんですよ。ここの前髪は伸ばしたいと、うん、で、今ここのね、急になってるところの一番前髪側のところ、まあ、顔周りになり得るところですね。はい、まあ、ここの部分をちょっと切っていこうと思うんですけど、今この前髪に対して顔周りがこういう形、うんうん、になってるので、一線つながりの毛を作ります。はい、ここに対してこういうね、つながりの毛を作ります。でもこの毛があるだけでちょっと見た目違うんですよね。馴染み方違いますよね。この、かわいいかなと思います。で、ここからちょっと長さを調整します。まあ、ここら辺はね、顔周りの切り方だったりとかであるとは思うので、そんなにちょっと説明を割愛します。で、今ここまで切れてます。ここまでですね。鉢植えですかね。はい、鉢植えのこの毛が切れてるんで、はい、で、一線こっちからもらってきて、ここからね、この頂点からここでもらってきて、ここをちょっとつなげます。はい、入っていいですか。どうぞ。すいませんね、こことここをここですね、この角度でつなげます。ちょっとね、結構こう段差が
今回欲しいので、なんかこうやってグラでつなげるよりかもちょっと逃がし気味でハイレイヤーっぽく、レイヤーっすね、で切ってきます。はいはい、そしたら今ここにこの辺からこうずらーっとこうつながってきてる段差をつけました。はい、顔周りこのラインがこういう形ですね、うん、下ろすとね。はい、でまあやっぱりここがね、骨格がグッて入ってるんで、やっぱこの辺にこう動きを出してあげた方がボテッとは残らないですよね、うん、だからここまでこう段差をつけたかったっていう感じです。はい、これが G のラインとかだと重みがやっぱりここにボテッてたまるんで、うんうんうん、できるだけこうこういう骨格の人には顔周りは段差をつけてあげると、できるだけこういうラインを作ってあげましょうっていう感じですね。でこれまだここ軽くしたりとかするんで、もっと軽くしていきます。はい、後からまず切っちゃいます。で次は横スラレイヤーです。はい、いろいろね出てくると思うんですよ、うんうんうん、今回顔周りをいろんな段差入れたじゃないですか。いろんな顔周り段差入れたんで、結構短いのも出てくるんですね、こうやってね、うんうんうん、こういうのに惑わされないように自分はどこから段差入れたいのかを見極めます。で、これがねここの顔周りの一番下、うんうんうん、でこっから上になってくるとこっちのトップ、さっき1個この頂点からもう一個持ってきたじゃないですか、こっちにこう、うん、のところのこっちだから、こっちに合わせる方がいいかなって感じですね。一番奥のところだから、要は一番この前上がりのこのラインが長いところ、ここに合わせて切ります。はい、ここ間違えるとめちゃくちゃ入っちゃう。そうっす、ここはね間違えないようにしたいですね。これだけでもだいぶ段差がここに入ってることになるので、うん、この入れ方は注意ですよね。このぐらいここから落ちてくるともうこんだけかなり入ってますね、段差が入ってる状態になります。はい、はい、なんかいい感じだね。後ろもこれをガイドに、ね、さっき来たのね、ガイドに入れます。うん、どうしようかな、まあ、今回若干フラット気味かな、ラインはね、はい、部屋のラインはフラット気味で入れて、ここだけなんか前上がりになってるって感じです。あんまりあの前上がりにこう全部ライン作っちゃうとここが骨格張ってるから、うんうんうん、ここに逆にここに重さが残っちゃいますね、うんうんうん、ちょっとこうすっきりさせたい部分もあるので、このこっち側がね張ってる部分をねすっきりさせたいのでフラットでレイヤーを作ってます。だから結構こう何ですか、このレイヤーのラインって結構重要なんで、なんで前上がりにしてるのか、なんでフラットにしてるのかっていうのは説明できるぐらいになってるとよりいいかなと思います。はい、はい、はい、じゃあもうちょっとくびれさせたいので後ろの方からでね、この角削ってきます、はい、この角っていうのはこの鉢の下ですね、うん、ここの重みになってるところ、このワンレンの厚みになってるところをちょっと削ります。でレイヤーもフラットに入れてるんで頭なりに入っていきましょう。大
ダイレクションかけずにですね。はい、ダイレクションかけずに駒の丸みに入ってきます。そうするとちょっと入れただけですけどね、ここの下の質感が、だいぶ厚み変わりましたね。厚みが変わったかなと思います。こっちの入れてない方と比べてもらうといいのかな。こっちはやっぱりここら辺が、厚みが取れてますね。だいぶ軽くなって、こっちはこの辺が重たいなって。そうですね、こっちはまだ残ってるんで、この辺はやっぱりボテッとした、サイドとかもってもらえると、この辺はやっぱり厚みがこう、残ってますね。そうね、こういう厚みを取るとそのぐらいちょっと軽くなると、ね、まだついてないのでだいぶ軽くなりました、こうやってこうレイヤーの幅だったりとか調整できるようになると、やっぱシルエットも変えられますし、質感の調整もできるかなと思います。はい、高評価コメントお待ちしてます。直樹氏のインスタ、アバタのツイッターもフォローお願いします。お願いします。チャンネル登録は右下をクリッ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 ク。はい、じゃあ全部、入れ終わったんで、だいぶここら辺がスッキリしてるデザインになってるかなと。さっきよりかもこの辺がクッてね、だいぶくびれが出ましたね、入ってるっていうところと、あとやっぱりこう髪の毛がこうグッて回ってるんで、ここがやっぱりこうすっきりすると、それだけでもこうくびれたように見えるんですよね、さっきここにボテって残ってた厚み、っていうのがちょっと取れたじゃないですか、レイヤーを入れたことによって、だここがボテって残ってるとくびれ具合がなくなったりとか、逆に取ってあげるとくびれが出やすかったりとかしますので、この厚みを、もうちょっと取っていこうかな。はい、あ、こっちからで、まずはこういうところ取るときは、オンベース引き出してまずチョップ入れてみましょう。はい、結構取れましたよね、これだけでも、十分取れたかなと思います。でもっと取りたいと、もっと軽くしたいってなったら、一回ここの顔周り一線これ外して、こんぐらいかな、こんぐらい外して、ここ一回オンベースに引き出してみましょう。ほい、そうするとこういう、レイヤーが出てくるんですよね。角って言えばいいのかな、これ前上がりに切ってたところの角が出てくるんですよ。要はこれっていうのはこっちで引き出したところでいうここね、これがここに落ちてきてると。要はここのつながりですよね、縦のここの部分がこう引き出すとここに出てくると、こうね、これがこう引き出すとここに出てくると、でこれがちょっと重いなって思うようだったら、ここ、こんな感じでつなげちゃってもいいと思うんですよ。もうちょい短くしちゃう、で下ろすとよりスッキリしますよね。そこら辺はやっぱりこういう骨格がクッて入ってる人とか見極めて入れてあげる必要はあるかなと思います。はい、だからこの辺はね、もういろんな方向に引き出して角出てこないかなってチェックした方がいいですよ、丸みも強いですからね。そう、丸みも強いんで、やっぱオンベースがいいですか。オンベースがまずいいかなと思います、でさっきのところの角取りたかったら、こうやってドライブかけてこれ切ってもいいかなと思います。はい、とにかくここの厚みどうやって取ろうかなって考えたときは、いろんな方向に引き出して出てくる角を取るっ
ていうのがまずだあの原則かなと思います。まあこんぐらいで十分ですよね。かなりすっきりしたかな。はいはい、あと全体チョップぐらいですかね。うん、あと全体チョップ入れてちょっと軽くスライド入れて終わりかなって感じです。はい、お疲れ様でした。ではい、今日はねくびれミディを切ったんですけれども、めっちゃ可愛い。はい、まあ、切り方はあれですけどね、今回は本当モデルさんでお伝えしたいところをちょっとお伝えしていったって感じなんですけど、うん、特にこの顔周りね、顔周りの切り方とか、うんうん、考え方とか落とし方だったりとか、うん、本当ここって結構毛が溜まるんで、この溜まったところをどう処理するかっていうところと、あと目、うんうん、そこが重いなってちゃんと感じ取れるかどうかっていうのがすごく大事かなと思いますんで、うん、まあここはね一つ注目ポイントとして、置いて今日は、配信しましたので、まあ、ぜひともね参考にしてもらえたら嬉しいかなと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。アブちゃんの動画の方がシミ売り上げ伸びるよ。なんだよ。美容師道場チャンネル登録はこちら。